こんにちは。アマゾネスサポーター、堀秀夫です。今日は6ヶ月で売上8400ドル達成プランということでね、会社さんからいただいた質問、具体的な数値目標を置いて進めたいと考えています。12月の売上をオーストラリアドル8400ドルとして、ここに向けた進め方をご相談いただけないでしょうかという質問をいただきました。まあ、現在の売上は、6月の売上は、月間848ドルで月29個売ってます。そこからね、目標に向けて、数値目標に落とし込みました。それちょっと解説します。まず、7月、今月は、月間取引30件。6月が29件なんでね、30件っていうのは、ほぼ達成可能っていうか、達成できないわけがないという、数字にしましたけど、まずは、今月30件。で、8月は50件。で、9月は100件と。で、この月100件までは利益ゼロでも補充する。ね、ライバルと同じなら、カートを取れる状態するというのが目標です。この状態にならないと、なかなか補充して儲かり続けるというのがね、できないんで、もう、利益云々ではなく、もう強いカート、ライバルがね、特に強くなければ、同じ値段だったら自分の方が強くするというところに持っていくのが、まずこれ目標です。でね、それ、目標ですというか、同じような、あるいはね、もっと成績よくできた、他の会社のサポート例を載せてあります。ね、3月11日サポート開始で、114個まで経過報告という、このリンクでね、詳しい内容見れますけど、4月5日にね、第1回目の販売始めて、2ヶ月と2週間で月114個、ね、販売できているということなんでね、もう全然今回のご相談の会社の方が楽なペースなんでね、もう達成しやすいと。で、ここからなんですけど、まずね、この儲かる商品、強いアカウントを強くするって、まずその1をやるっていうことなんですけど、そこからはね、結構売上ね、一旦補充できる商品があればぐんぐん伸びてきます。まず10月で売上3000ドルを目標にする。で、11月4000ドル。そうすればね、12月は8100ドルというのは十分達成可能と。要はね、ホリデーシーズンなんで売上は、倍以上に増える商品が多いです。で、その時ね、自分が一番強ければその恩恵を当然受けられるという形になるんで、まずは9月まででアカウントを強くして恩恵を受けられるようにして商品探しをすると。で、あとはね、3000、4000、8400ドルというふうに売上を伸ばしていきます。で、こちらもまた事例でね、11月18日の月間売上4927ドル、ね、だった会員さん、12月20日には売上14,479ドルになってます。これに照らし合わせるとね、ちょうどこんなふうな割合ですので、ちょうどいい事例なんで、こちらクリックしてご覧になってみてください。またさらにね、もっとすごく伸びてる例だと、売上ね、2000ドル未満からその11ヶ月後には売上3万ドルになってると。で、ちなみにこの会社は今の月間売上は8万ドルになってます。その事例もね、ここに、アップしましたんでご覧になってみてください。こんな形で、今ね、正直30個も売れてないという会員さんはね、もっと始めたてかお休みしてと会員さん以外いないと思いますけど、30件の取引でも十分ね、今年のホリデーシーズンには、8100ドル、あるいは1万ドルというのをね、達成することは十分可能ですので、こちらの事例をね、参考にしていただければと思います。またポイントはね、やっぱ商品探し、補充いくつにするか、値段いくつにするかということなんでね、まだ個別サポートを受けてなくて、それが分かってない会員さんの場合は、個別サポートを受けてみてはいかがでしょうか。ね、そちらの、アップグレードしようかなという場合には、一度ね、スカイプ相談しますので、お気軽にご連絡ください。お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。